はい、どうもこっちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちは、ではないです。違います。時間ははい、今日はですね、6月の3日ですね。はい、はい、時間が9時40分です。はい、はい、今日はこちらにあります。はい、昔懐かしいですね、これはもう久しぶりに引っ張り出してきました。仮面ライダービルドの、はい、ビルドドライバーと今現在持っているフルボトルたち。フルボトルたち、はい、そしてこちら初めてブックオフで買いました。はい、そうです。あの今かよって感じなんですけど、はい、はい、あの新しいね、そのフルボトルを買いましたんで、ちょっとレビューしたいと思います。ね、まず持ってるやつちょっと軽く紹介しますね。これがね、まずビルドドライバーで、ラビット、タンク、ゴリラ、ダイヤモンドとスパークリーン。ここまでは前あのビルドがやってる時に買ったんです。いろいろ集めたんです。うん、でも当時はあの戦隊の方が好きだったんで、あんまりね乗らなくて、これで終わっちゃいまして、うん、なぜか今になってまたこれ買うというね。はい、まあ、でも昔買ったこうね、これがあるんで遊べるんでいいかなと思っております。じゃ早速こちら、じゃあラビットタンクいきますか。うん、じゃあはい、ちょっと行ってみかよって感じやな。まあな、まあいいや別に。はい、今はそういう時代だ。行きましょうか。はい、でまずそれはそれ何、タンクじゃん。タンクさっきラビットやで。そうね、スマッシュこれ。変身。イエーイ、ラビットタンク久しぶりに見ましたね。はい、これなんかん、これなんか、その続きはないの？ラビットタンクした後。ビルドアップとかね。あれ、どうすんの？ボトル差し替える。差し替えるの？うん。この状態ではないの？うん。さらにこうやったらピザが倒れるとか。あれ。ボルテックフィニッシュ。これピザだ、これピザだ。おお、次ゴリラモンド行ってみようか。セルフはこれみんな初めてやな。そうやな、俺なんか手に着々してるのバレて嫌やな。次行きましょうか。はい、はい、振って、あ、こっちゃんこっち行く。太郎さんはこれダイヤモンドだし、これゴリラ行こう。はい、行きます、行きます。向きがありますね、向きがありますね。こうですね。ビルドアップ、かっこいい。輝きのデストロイヤー、ゴリラモン。さあ続きますよ。なんか打ち方がいいと思います。一緒一緒やな、ボルテックフィニッシュ、イエーは一緒やな。一緒やな、一緒やな。はい、ではこの辺でこれは終わります。はい、そしてこちらですね、これこれ一番最初のパワーアップアイテムやったな。はい、ラビットタンクスパークリング行きましょうか。これはね、カンカンやねんな。カンカンみたいになってるんですね。フルタブあるんですね。で、こう、もう2個がセットになっています。まずこれ振ります。スパークリングだから炭酸ですね。炭酸の設定になっています。そしてこれをこう、あーもう、もう下持ってて。あれ？
待て待て待て、あれ何も言わんな。シュワッと弾けるラビットタンクスパークリン、イエイイエイ。音小さいな。ビン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 。口を閉める。こっちが赤と青は切り替わりますね。お、スパークリングフィニッシュ。おー、スパークリングフィニッシュ言いますな。炭酸やな。炭酸ですな。ビールやな。はい、じゃあこれは今度は持ってたやつ、あれやな、2024年に、もう一回ローグとして帰ってきます。あ、ローグやるらしいな。はい、ヒゲな、ヒゲだけせえかったもんな。だってグリスまではやったもんね。グリスまではやったな。ヒゲだけせえかったからな、よかったな。氷上天聖さんやったっけ、うん、で、まあ次買ったこちら、これは何ですか？忍者コミック。じゃあ、やってみようか。こっちが、こっちが忍者やな。コミック。あ、こっちがコミックだ。俺忍者行こう。行くぞー。振ります。振ります。忍者。紫やな、忍者。忍びと一緒やな。ほんまやな。なコミ、お、ベストマッチ、いけ。ビルドアップ。忍びのエンターテイナーニンニンコミックです。面白いな。マシメ、これもやっぱボルテックフィニッシュかな。一緒やな。ボルテックフィニッシュ。イエーイ。おー、すごいな。武器の方で、なんか違う必殺技が出んねんて、これは。あ、そうなんや。なんか、これ勝った時はすごいなと思ったけど、なんか最近のセイバーとかあの辺に比べるとやっぱちょっとしょぼいな。しょぼいというか、やっぱり今のほうがすごいなと思うな。さらに進化してるな。だってもうパターン決まってるもん、音声のパターンが。今セイバーとかすごいやん、いっぱいあるやんか。セイバーとかリバイスもそうやけど、あ、でもこれいっぱい集めたらええんか。またなんかじゃあいいのあったら買ってきてください、ベストマッチ売ってたら。なんかね、ブックオフとかやったらベストマッチでセットで売ってへんねんってな。バラバラなんやろ。ベストマッチじゃないセットで売ってんやろ。可能性が高い。全然関係ないやつ売ってんやろ、うん、ニンニン海賊とか売ってるってことやろ。要するにニンニン海賊とかゴリララビットとか売ってるってことやな。ライトオレンジとか、はい、ライトオレンジアームズ、オレンジアームズのオレンジとライトとか。そうなんだ。ベストマッチにしてくれよ。まあ知らんわな、そこまで店員さんもな。さすがに見てこれ分かりにくいんですよ、ビルドって。これが何かって言われたら、知ってる人が見たら RT って書いてるし、なんかこうよー見たらこれウサギっぽいから、あ、ラビットかとかな。これかって、なんやこれ、よー見たらこれ、え、これがラビット？ラビットで、ラビット、これ何言うんだろう。戦車タンク、これタンクか。じゃあこれとこれでラビットタンクかみたいな感じやよ、ほんまに。分かれへんねん、どっかにラビットって書いててくれたのにな。ちゃーちゃんなんか分かれへんかったな。分かれへんな、これだけ見てもラビットとか、うん、これかって、これがダイヤモンド、あ、これ分かるな、ダイヤモンド、ダイヤモンドカレー。これはゴリラ、あ、ゴリラやな、うん、これタンクなんやな。タンク、これウサギが怒ってる顔に見えんねんけど、これウサギやな、ほんまに。これウサギや。で、これは殺せるやん。これは忍者の手裏剣やな、うん、これはわかるわ。 NC やからニンニンコミックか。そうか、このアルファベットでセットにしたらいいんやな。こうやったら NC、 どっちも NC やもんな。ニンニンコミックやもんな、うん、コミックの絵は何？あ、なんか漫画の吹き出しみたいな。
柄になっております。なるほど、まあ、またねちょっといいのが打てたら集めてみましょう。はい、はい、じゃあこちゃん、というわけで今日はすごく久しぶりに仮面ライダービルドのおもちゃで遊びました、はい、というお話でした。じゃあのじゃあのー、また